はいどうもこんにちは、フーガです。今回はね、狂乱の鳥というやつをやっていきたいと思うんですけど、まあギャラクシーの S6 っていう今 CM でしてる、あのエッジがついてるやつ、あれにしたんですけど、まさかのその僕 MHL、 まあ何回も言いましたけど、コードっていうので撮ってるんですけど、それが非対応だったんですね。まあなので、まあ引き続きこのボロボロのスマホでやっていきたいと思います。まあもうできなくなるかもしれませんね、スマホのゲームというか、あれは、はい、はい、ということで、まあできなかったら、まあ携帯をまあ2個も買うわけにはいかないので、まあ頑張ってお金を貯めて iPod Touch ねやらで、まあやっていきたいと思います。データ引き継ぎはね、何回でもできるし、まあ前まではニャンコ大戦争はデータ引き継ぎ対応してなかったんですけど、まあできるようになったので、はい、まあはいはい、ということで今回は狂乱の鳥というのをやっていきたいと思います。一応狂乱シリーズをやるのはこれが初めてかな。うん、まあゲット自体は壁とか、まあ普通の猫とかをゲットしてますが、キャラクター編成なんですけど、まあこんな感じでいきたいと思います。はい、うん、まあこんな感じで、猫じゃらみだっけ、猫じゃらみが結構後々活躍するらしいので、はい、じゃあやっていきたいと思います。いやーでもね、狂乱はね難しいよね。でもほんと、じゃあやっていきたいと思います。レッツゴー。狂乱はね、まあ一応ゲットしといた方がいいっていうコメントが結構多かったので、いきなり出るんだったね、そういや。まあ最初はこれで壁で押さえといて、あ、狂乱の猫連れてきた方が良かったかな。一応まあガード力っていうのは、まあこっちの猫モヒカンの方が高いかもしれないですけど、速度的には、攻撃速度的には、まあこっちの方が、まあっていうか狂乱の方が早い。よし、じゃあお金貯めますか、ここら辺から。違う攻撃速度が遅いので、普通にちらほら壁を出して、そしたらまたイノシャシだっけ、あいつが出てくるので、まあちょっとこういうペースで出していこうかな。はい、怖いなすごい怖いな。来た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 。で、抜き足猫と猫ジャンルを出すと、やべえやべえ、かなり押されてるな。やばい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 。ゆっくり距離をね、ちょっと押して、あんまり、作戦ミスったから、ちょっと焦りすぎちゃった、また焦った。あ、いや、あ、こいつか、こいつがいいやつか、あいつか。手を立て直してきますはい、すいません、ちょっと鼻水、すいません、ちょっともう一回チャレンジ。はい、開始早々猫の鳥が出るので、まぁ、ちょっとお金を貯めてたというか、じゃあジャラミやらないやつ。来たー来た、お前来た、こいつ抜き足猫出してた。じゃあな、ちょっと使いすぎるね。こっからは多分ジャラミが持ちこたえてくれることを喜んで、抜き足猫で、まあ、節約ということで。どうしよう、さすがジャラム耐えれるんだね、すげえ、やべえ、すげえな、やっぱり色々出せ、色々出せ、やばいやばい怖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 
一匹目もまだ倒せねえのに。ちょい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 、やばい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 、一気に来たな、ちょっと一気に来た。意見猫ごとさん頼みます、当たってください。だーり食らったのかどうかわからない。中居くん一気に倒してるわ、ちょっと楽なんだけどな。強い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 、やばい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 、猫ムートさんムートさんムートさん早く、ちょっとムートさんムートさん、ちょっと痛いて痛いて痛いて、1匹目は無理だよ多分。来た、いや食らってないっぽい、なんか食らってないっぽい。ムートさんムートさん早くムートさんムートさん早く、よし来た来た来た、よし来た、よしナイス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 、なんか一匹倒せ、なんか一匹倒せ、適当に、やばいやばい、よし来たー来たー、さあいけ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 、もう来るなお前ら、来るな来るな、頼むから来ないで来ないでください来ないでください、やばいです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 、レコードさん間に合って、おっしゃギリチョンギリチョンちょっと待って、どこで押した、もうもうもういいですよね、使ってもすいません、もうほんとギリギリだったな。ダメだ、ちょっと待ってこれ待ってどうしよう、勝てないのかな、あーどうしようか、もう一回もう一回頼みます、もう一回、終わった、終わりの合図終わりの合図が来た、やっぱ無理だったじゃん、これだよな、どうしたあれあれあれお前倒して強くねえじゃん、でも猫の鳥をもっとあっちに来るから、来るから、鳥とはちょっと距離を離してみたいかな、あの匠くんが出てくるっていうのは、おい2匹目かよやめろと言わんばかりの2匹目が来て、3匹目が時間か看板ですけど、え、猫の鳥いる、いいね、ちょっとおい隠すな、隠すんじゃねえ、隠すなお前ら、ほら中居くん来ちゃったじゃん、いけいけ、中居くん倒せ、よっしゃー、ヤンコホー、これで鳥を倒すんや、来た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 、鳥倒したろ今、いけ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 、鳥倒した今、やったやったやった、いける、これはもういけますね、ほんとあのイノシシが来ても大丈夫です、ちょうどタイミング良かった、おおやっとだ、今何分、40分だよバカ、何やってんだよ俺おお何やってんだ、ほんとなんかおかしくなるぞ、頭おかしくなるぞ、ほんと何やってんだよ、ほんとこれはだって15分以内に僕は収めなきゃいけないんだから、ねえまあね、もうグダグダしてるところをね、
なんかそのまま投稿するわけにもいかないんでね。いやーよかった、倒せてよかったわ。うん、これまた猫の鳥をもう一回出てくるってことはないですよね。そんな最悪の、あとブラックマが出てくるってこともないですよ。大丈夫ですよね。それ勘弁してください。あんなもん倒せないですよ。無理ですからね、本当。タイミング外はまあ倒せないこともないかもしれないですけど、いけ、ジャンヌさえいれば中居くんなんてちょろいもんだぜ。あと看板娘が邪魔だもん。地味で地味で、あのね、キャラクターと被ってるから、看板娘ってもうこの画面の前に出てくるじゃないですか。邪魔ですね、はっきり言って。猫と猫の鳥も死んだかどうかっていうのは、あの攻撃するまでほんと分かりませんからね。あ、ちっちゃいからね、猫の鳥うまくかぶってんだよ、看板ですけど。お、限界か、あと壁がな。よっしゃ、よかった。2、3回コンティニューしたけども、まあクリアできてよかった、本当に本当によかった。よし、これで終わりだ。ドガーン、バルキリー、バルキリー結構よく頑張ったと思うよ。結構体力あるんだなっていうのが分かった。第2章からだから来てるから、それ以来何も変化しないから、なんかもうちょっと変化があってほしいよね。まあネコブートはなくにしても、バルキリーにはちょっと何かしらのあの要素を加えてほしい。はい、クリアでーす。41分25秒くらい。わーや、ネコの鳥上がりがとうございます。ほんと、はいはい。じゃあ今回は、この辺で終わり。ちょっとネコブート、ネコの鳥を見たい僕は。いやー、よかったっすね、ほんと。ああ、ギキリアか。果たして、この猫の鳥はいくら使えるのかどうかっていうか、問題だよね、そこ。お、かっこいいな、なんか、黒い羽がいい味出してるというか。はい。ということで、まあ、今回は、ちょっとコメントが、また厳しくなりそうですけど、まあ、僕個人的にはクリアできてよかったです。あのコンティニューは何回かしましたけど、はい。じゃあね、今回はこの辺で終わりたいと思います。それではまた明日。